どうも、あやかとひろでキムちゃんズです。どうもどうも。いつも見切れてるから、ほらこんな感じでちゃんと出して、はいはい。髪の毛染めたん？うん、染めてもらってんで、あや美容室にね。あや美容室、いつもお世話になっております。ただですから。たださて、今回は BE:FIRST の新曲のティーザーが出ました。本当に短いショートバージョンなので、本当にフルバージョン出るまでは、はっきりとはね、どういう曲かっていうのはわからないんですけど、とりあえず聴きましょう。はい、とりあえず聴きましょう。まあ、一回聴いてます、正直。でもまあ、一回皆さんと一緒に聴きましょう。そうね、せっかくやからおさらいしましょう。じゃあBE:FIRSTのブンブンバックティーザーいきます。はい、いきます。せーの、パチッ。終わりかな。かわいい。終わった。このさ、ごめん、曲今関係ないねんけど、この最後終わって2023年2月13日に出るって出てるやんか今、この後ろのこの落書き風のこの感じ、このちょっと治安悪い感じ、悪いね治安。これでもうまいよな、この色合いとか。治安悪い風やねんな。バランスが最高。かっこいい。はい、終わります。とりあえず見ました。はい、私率直に感想というかびっくりしたのが、BE:FIRST がこのタイミングでこの曲調の、大丈夫聞こえてないからカエルの音みたいになったね。このタイミングで、まあ、言ったヒップホップかな、ベースの曲を出す意味とかを考えたのもあるし、あと BE:FIRST がこういう曲やるとはちょっとあんまり思ってなかったなっていう印象、正直。がっつりヒップホップやもんね。結構チャラい感じ。そしてちょっと古い感じ。最後の音がカセットレコーダーじゃない、カセットプレイヤーみたいなの持ってなかった？なんかそんな感じのやつ。ウォークマンね。そうそう、ウォークマン世代やね。たまにね、A 面の最後なんて次 B 面行く時曲またぐ場やんね。最悪や。ひっくり返って続きみたいな。あ、そうなんや。それ知らんかった。そうなんや。っていう世界観やんな。そうですね。ちょっと古い。やっぱりあれなのかな。じゃあSKY-HIさんも私の世代に近いけど、SKY-HIさんの幼い頃とかの時代かなをなんかこうまた蘇らせてるような楽曲がちょいちょい出てくるなって印象はあるよね。そうですね。80年代後半とか90年代初期感があるね。ありますね。それに、まあ彼らの新しさが加わって新鮮になるっていう感じかな。彼らも多分新鮮に思って。じゃあどう表現しようと思って、その結果新しいものになるっていう感じなのかなっていう印象を受けましたよね。どうしても音が綺麗すぎるから、綺麗ね、やっぱり最新高級って感じがするけど使ってる音とか自体は割とこう昔風な音というか、古風な感じ。そうやな。ただ音が綺麗すぎて良すぎるから今風って感じなんかっていうのは感じるけど、すごく。じゃあこういうのをこうライブで生演奏じゃないけど生で聴くともっと古風に感じたりするかもしらんのかな。まあでも最近音いいもんな。音がいいから分からんけど BMSG は特に。なるほどね。はあ、いやヒップホップ、正直マーゼルがもうすぐデビューっていうのは決定してるわけじゃない。マーゼルね。そうだからマーゼルにそっちを任せんのかなって正直思ってた。だから私だけかもしれんけど、だからここに来て BE:FIRST がこの楽曲やるっていうことは、まあやっぱり「ダンク」っていう番組が始まるのが一つあるのかなと思って、このトラックをベースにみんなで踊ったりとか、それこそマーゼルと BE:FIRST がコラボする時にこの曲を使えるようにとか、なんかそういうタイミングを見計らって今なんかなってちょっと思ったかな。だから全部フルコーラス聴かないと分かんないですけど、まあ明らかね踊りがメインっていうか踊りやすそうやん、なんかコラボしそうじゃない、しやすそうじゃない、他のアーティストとかでもっていうのはありますね。あと SKY-HI さんがやっぱり根本っていうんですかね、ベースが、うん、そのもちろんそれだけじゃないっていうのは音楽聴いて分かってるつもりではあるんですけど、うん、まあベースがやっぱラッパーですし、うん、ヒップホップ要素がある曲が多い方なので、うん、ヒップホップを盛り上げたいっていうのが、まあ、そろそろ来たのかなっていう。デビューからがっつりヒップホップで売り出すとやっぱ大人の事情とかで難しい部分があるからタイミングを見計らってたんかなともちょっと思ったし、なんかいろいろ考えさせられる楽曲になってるんじゃないかなって思いますね。なるほど。なんか深いというか、うん、BE:FIRSTはそうね、BE:FIRSTだけじゃないかもしれないですけど、うん、なんか時代に合わせてる感が全くないねんな。ああ、そうそう、逆に開いていく感があって、なんか確かに、うん、流行りに寄せた曲とかじゃないし全然、うん、確かに、うん、うまいな。だからびっくりするっていうのもあるよね、一つ、その楽曲レベルもあるねんけど、感じますね、あ、今これここでやんねやっていうびっくり度合いね。確かにそれはあれかも、ミュージシャンであればあるほど思う人おるかもしれない、あ、今この時代にこれやんねやみたいな。でも確かにベストなタイミングかもしらんって、なんかちょっとずつ納得させられるっていうか、確かに他におらんねんもんっていう。ファッションもほら繰り返されるやん、流行りが。何十年に一回っていうね、あれ。そう。で音楽も実はそうなんですけど、その波を彼は作ったっていう感じですかね。気になったんは、いやこれもう間違ったらほんまに申し訳ないんですけど、マーゼルの番組見てるじゃないですか最近、オープニング曲の「ミッション」って曲あるでしょ、SKY-HIさんが歌ったやつ、あれの曲となんて言ったらいいかな、出だしのコードの音が一緒やねんな、多分、そうだからなんか偶然かもしれないですけど、すごい気になっちゃって、確かにね、この「ブンブンバック」を聴いて、ふって出てきたんが「ミッション」っていう曲やってんか、私はたまたま出てきて、そう、それを聞いて、じゃあ一回調べてみようかみたいななって、これも個人的ですよ、音楽遊びをしてただけなんですよね。でもなんか聴けば聴くほどっていうか、いろいろなんか聴き比べしてたんですけど、もしかしたら皆様も私もそうなんだけど、一見なんかあ雰囲気似てるみたいな思われた方いるかもしれないんですけど、まあ、ヒップホップやしね、どっちも、まあ世の中広いからそうね思った方もいらっしゃるかもしれない、ね、かもしれないですけど、まあ、よくよく聞くとやっぱ似て非なるものだなって感じまして、なんかそういうメッセージがあるかは分からん、ごめんそこまでは分からへん、そう、ね、もうそこまで私聡明じゃないけど、なんかそういうメッセージ性があったりするはてなって感じかな。でもなんかそう思わせてくれるのも私は個人的には楽しいし、勝手に思ってるだけですけど、なんかそれってさ、このな考え方ってな、例えば今までの概念、日本の話しか分かんないけど、アメリカとかは多分あると思うんだけど、そういうこと日本の事務所だけで単体で、まあ、知ってる限りで考えた時に大体1曲の作品が完結って感じだね。1曲の作品でストーリーが完結してて、もしつながるとしても同じアーティスト A っていうグループの2曲目がアンサーソングやったりとかっていうのは今まであったじゃないですか、そういうストーリーは。だけど BMSG のすごいところは、まあ、たくさんの作曲者も関わってはいるのに、こう絡んでくんねんな、他のアーティストと他のアーティスト、意味のあるものが生まれていたりとか、それって他の事務所あんませえへんことやから、それってやっぱ社長がアーティストやからできることでもあるし、社長が自分で曲作れるからできることでもあるので。ちょっとやっぱ異例かなとは、多分やり方としてアメリカに近いんかなとは思うんですけど、だから考えちゃうっていうか、なんか意味あるんちゃうかなって、やっぱ全部つながっているふうに思っちゃうね、やっぱどうしても。多分つながってるとは思うけどな、どうしてもやっぱSKY-HIさんやから、意味ないことはしないから絶対、だからどうしてもつながりを感じちゃうというか、そう、まあでもあんまり言うとね、あんまり言うと頭が止まるから曲作ったりするから、どうしても解剖して聴いてしまうっていう癖があるけど、まあまあそうですね、でも全然違うから、そう曲自体はね、全然作詞作曲されてる方もSKY-HIさんはどっちにも関わってるけど違うから全然、だから素直に見たらいいんじゃないかなとは思うんですけど、素直に聴いたら、ただその何やろな、多分考察されるのは嫌いだと思うけど、もちろん。考えさせるのうまいよな、うん、なんかなんていうの、それに夢中にさせるのうまくない？SKY-HIさんはね、その歌詞とかを大切にしてるのも、はい、まあ十分わかるんですけど、めっちゃ刺さってくるよ。やっぱ夫の遊びも大好きな人やと思うねんな。そう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 。だからすごいこう遊んでんなっていうのはすごいわかるし、やっぱりこの表現どう言ったらいいかわからんけど、なんか今回これ聞いて、ブンブンバック聞いて思ったのは、なんかこうグーの音も出ないって言ったらいいの、なんか伝わるかな。なんかあんまり自分の思ってること今回あんまり言えない感じっていうか、そう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 なんかなんかね、わかるかな。でもこれ勝手なほんまにね、そうそう。まあ、思うのは勝手でしょ、でも。そうそう、思うのは勝手。そうそうそう。だからあんま言われへんね。そうそうそう。思うのは勝手やけど、それをみんなに言うのは違うかなと思って。まあでも似て非なるものだなっていう感じで、楽しみっていうのが言いたかった。そうですね。やっぱりさ、BMSG のいいところは、一個一個がちゃんとブランドを、いい意味でね、変な意味じゃないよ。ブランド化されてるね。わかるかな？ちゃんと個性が尊重されてる会社っていうのが、音楽にもちゃんと出てんねん。人を大事にするのもそうやねんけど、音楽にも真摯に取り組んでるっていう感じがするから、なんかもう正直さ、世界中にさ音楽が広まり始めて歴史が長すぎてさ、同じコード進行の曲やったりとかさ、同じではないけど同じような、しかもパクってるわけじゃなくて感性が似ちゃったりとかって正直もうありすぎて、歴史がいっぱいあるやん、そういう曲って。それでもそれぞれいい曲やんか、だからそれのことも全部踏まえて分かった上でSKY-HIさんは音遊びをするわけですよ。いろんなジャンルの曲を聴いてきてるっていう音色が出てるわけですよ。だからなんかあんまり言われへんねんな、そう下手なことをって感じ。先を見てはる人だと思うんで、まあ毎度毎度めっちゃ意味はあんねんけど、もちろん今回は特に腑に落ちたかな、私的には。なんか星見てるような感じじゃないSKY-HIさん、先におるってこと。そうやし、なんか過去のものやんか、あれって星ね。そう、だから常にこう過去を見せられてるような感じ。そうそうそう、ちょっと難しいけどね、ちょっと難しいけど、なんか分かるような気がする。結局は後追いっていうか、もっと先の方見てるはずやから。まあそれはそうやねんけどな、作ってる人が先行くのは当たり前やねんけども、いやまあ人からしたらさ、自分たちもそういうふうに見えるところもあるかもしれないやん。やっぱアーティストでそうあるべきだと思うし、まあね、自分が生んでるねんから、そうそうそう、そうやねんけど、発表する頃にはもう過去のものやから、彼の星は大きすぎる。そう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 。いやまあでももっとシンプルに楽しんで見ようと思ったら、まあこの曲絶対みんなでコラボしやすいからね、そういうトラック使って皆さんで考えられてプロが集まった感じはするよね。そう、遊びやすいっていうか、BMSG の曲すごい楽曲自体がすごいシンプルやんか、だから楽曲っていうかリズムとか、そうそうそう、だから歌メロを消して新たに違う曲作ろうぜみたいなのもありだと思うし、よくやってはるもんね。そうそうそう、それの一つな気がする。そうそうそう、そういうのもあるかなって思いましたね、これ聞いて。なんか言ってなかったっけ、コラボもそうもちろん言ってたけど、言ってた気がする。なんか記者会見かな、SKY-HIさんがじゃあダンクやりますって番組やりますって言った時に、じゃあステージ A グループが終わったら次またなんか喋ってみたいな、でまた次 B グループがやってっていう、その通常の流れじゃなくてもっとこう絡めてやりたいって言ってたから、こういうトラックをどんどんミックスしてつなげてって次のアーティストとかコラボとかやるための一つの曲とめっちゃ思った、強く。だからまあこっから派生していく曲絶対生まれると思うんだけど、私なあそれは思ったかな。なんて言ったらいいかな。私結構いろいろ考える派やから、裏を読む派なので。僕もそうですよ。頭おかしい感じで。結構読むから。いろいろ考えるタイプやけど。なんていうかな。今回は特に考えちゃったって感じかな。いつも以上に。いつも絶対そうやねんけど、なんか今回は特に感じたな。まあそうあるべきですよ。まあ、そうやねんで。あとは。そうやねんで。深みがないとなとは思うから、やっぱりいろいろなんていうのかな、なんて言ったらいいかな、パッてやってできるものではないから、やっぱりアートっていうのは。ということでBE:FIRSTのブンブンバックを、一部ですけど聞かせていただきました。一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。登録よろしくね。